どううもおはようございます速化塾の久保です、まあ今年に入ってね1月2月となんかボーナスステージがあったなーって気がしたんですよ。で、えー、3月4月と、まあ、3月は結構おとなしめだったんですけども4月のお中盤からねちょっとこう相場がファンダメンタルズに寄せたんで2週間半ぐらい休憩したんですけどもその後五5月に入って特にですね一方的な 流れが倍の方に来て、それが未だに続いてるって感じですね。で、こうしてみるとね、うん、なんか謙虚さを失っちゃいけないんですけども、あの、なんかチャンスがたくさん来るというよりも、あの相場自体は前と変わんないんだけども、チャンスが見分けやすくなってきたのではないかなと思うんですよ。いや、テクニカルをこうやって意識して当てはめていけば、当てはめていくほど。 インジケーターも移動平均線すら使わずにここまで利益が取れるのかなと思ったらねうんなんかすごいなと思いましたねだからやっぱりこの FX を選んでよかったと思いますし投資の入り口には FX があってで FX マスターしたらもうね投資が好きでもなければ不動産行ったりとか暗号通貨行ったりとかしなくてもいいのかなって記載してきましたねはいそれでねご質問なんですけどもえこういうふうに書いてますよね クジラは週のエントリーのペース配分をどう見て動くものでしょうかということでございます。いや、これはね、クジラにはクジラの考えがあると思うんですけども、あの、FX のクジラですよね。あの、はってない、こう、細かいところわかんないですね。私がその領域まで行ってないんで。うん、特に、資金を持ってる方に限って言えば、 その1時間でエントリーしてる方が大量の資金を持って投入してるっていうのはあんま考えにくいんですよね、うん、大量の資金を持っていたらまあ日足とととかかかか週足とかを見なながらエントリーすするんだよなかろうかと思います、うん、あと FX をやらなくなってくるんじゃないかなと思います FX って要するに投資の中でも作業が必要なんですよねだからだんだんあのお金がたくさん増えてくるとしばらく放置して様子を見るみたいな長期投資にどんどん寄ってくると思うんですよ というのがなんで短期投資をするかっていうと資金の余裕がないからなんですよね。資金の余裕がないから出したり入れたり出したり入れたりしながら増やしていきたい作業を増えるわけなんですよ。でも資金の余裕があったらあの生活資金とかレジャーの資金をたっぷり確保しながら投資の資金もたっぷり投入できるんでじゃあ普段の暮らしがあるからあの相場の作業なんてしてらんないよねってことになるんでまあ見るのがねあの1日に1回とか週に1回とか月に1回っていう人もいるみたいですからね。 例えば30年間とか50年間を見て投資してる金額なんてのはもう完全に億ですしそうなってくると一日一日の動きを見て一気一致してもしょうがないんでまあ回復するでしょうみたいな感じで数年に一度見るみたいなね <laughs> そんな極端なパターンもあるかもしれませんということなんで、えー、クジラ週のエントリーどういうふうにしてるのかってことは私もねちょっと分析しかねてるんですようんただ冷やしで勝負してる人つまりは一日ごとの勝負をしてる人っていうのはね 1>, まあ、あの1日に1回ぐらいは見てるんだろうなと思いますしおそらくいろいろと調べてみたこともあったんですけども金曜日に決済してる例が多いいいんじゃないかなかと思います特にあの材料のある時なんてのはその前にやっぱり基本に忠実に決済してますね土日を寝かせるってことはまあしないと思うん、ね、ですねですのでおそらくですけども月曜日に資金投入して月かわにね資金投入して金曜日に引き上げるみたいな形を取ってるんじゃないかなと思いますね それが回答ですです。あとね、えー、すごい利益出てるでしょ <laughs> だから、FX、ってここうういうことなんですよね。うん、ただねこの目利きが明日にはなくなってるかもしれないっていう恐怖もあるんですよここまではうまくいっていたんでもう大丈夫だわーいじゃなくていやこれから何が起こるか分かんないかもなーっていうふうにしてやっぱり基本を繰り返すことは忘れないようにしてますね私も年に1回はこうね自分の脳みそを整理して 今日から FX を真っさらで始めるとしたら、どんな初心者で、どんな初心者なりの勉強をしていこうかなとか思いますね。これが謙虚になることかなと思いますんで、その辺も FX オリガルヒでまた放送していきます。はい。えー、じゃあ、またお会いしましょう。FX、サグさんも身につきましたね、結構ね。